ちです。今日も一日どんどん見て外してワクワクだらけでいきましょう。いやね、先日爬虫類ショップに行ったんですよ。ちょっと今日はグダグダいろんなこと喋っちゃいますけど、息子がなんかトカゲが欲しい、トカゲを飼いたいとか言って、爬虫類ショップに行ったのね。そして行った先の店員がなんか2人接客で出てきてくれたんだけど、2人ともものすごくなんかこう気分が悪いのよ。接客態度が人を小バカにしたようなこと言いやがって、もうムカついたのね。でね、ちょっと行く前から嫌な予感してたんですよ、なんとなく。というのはね、港区のとあるなんか熱帯魚ショップみたいなとこがあるんですね。で俺庭でメダカとか金魚とかちょっと飼ってるから、たまにそこに、つか近くにそこしかねえから仕方なくそこに行くんですけど、そこの店員の親父と、そこの店員がなんか2人ぐらいいるんですけど、そこの店員もものすごく気分悪いの、行くたびにものすごく気分悪くなるのよ、対応が。客を客とも思ってね、偉そうなこと言いやがって。で、そんなんがあったんで、その爬虫類ショップに行く時も最初からちょっと嫌な予感していたんだよ。あの熱帯魚ショップみたいな、あんな感じになるんじゃねえかなと思って、多分なるんだろうなと思いながら行ったら、案の定出てきた店員がものすごい愛想の悪くて、人を小バカにしたこと言いやがって、ムカついたんですよ。でね、ここから先ちょっと2つのことを言いたいんですけど、まず最初、爬虫類ショップ、これ全部がそうって言ったら俺は違うぞって人はもちろんいるし、てめえそんな偉そうとかっていうか決めつけて言うなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとあえて一回言っとくと、爬虫類ショップの店員さんってやっぱりみんな愛想悪いっすか？どう思います？あなたどう思います？爬虫類ショップとか、熱帯魚ショップみたいなところでもいいと思うんですけど、通常のペットショップとはちょっと違うと思うんですけど、そのちょっと特殊な昆虫とかわかんないですけどのショップの店員さんって愛想悪いっすかね、総じて。まずこれどう思います？ちょっと今だいぶ半分誤解を受けるようなこと言ってるんですけど、まずはこの後ちゃんとちょっと誤解を解くようなこと言いますが、あなたそんな感じ思いませんか？もしくは逆に爬虫類ショップの店員の方もし聞いてらしたら、いや俺ら確かにそうだなのか、いやそんなことねえよなのかも、ちょっと教えてほしいんですが、ありますかね。でも職業による総じて、全員とは言わないよ、総じての傾向ってやっぱあるじゃない。だって確実にあるのは、医者は頭いいじゃん、弁護士も頭いいじゃん、そういう意味では。放送作家は口から出まかせばっか言うじゃん。確実にこうスチュワーデスは綺麗みたいなさ、確実に間違いなく、大枠で言ったら傾向ってあるじゃん。警察官は、銀行員は真面目とかさ。で、だんだん不確かになってくると、あと確実なのはさ、泥棒は悪いやつじゃん、性格が。もちろん例外はいるかもしれないけどね。あとなんか少しだんだん不確実になってくると、ラーメン屋の店主は頑固、総じて。花屋さんの店員さんはみんな心が優しいみたいな傾向ない？今だんだん不確かになってくるよ。放送作家を口からで任せば、この辺だよな。あとなんか分かんないけど、画家は偏屈とかエキセントリックみたいなんじゃん。それでもうちょっと不確かになってきたところに、その爬虫類ショップの店員は愛想が悪いみたいなある気がするんだけど、まずどう思います？ありますかね。ありますかね。どうなんでしょうね。爬虫類とかが好きというのは、なんか人間と接触するのがみたいなのがあるんですかね。あんまり好きじゃないみたいなのがあるんですかね。というのが第1弾で、第2弾はやっぱり思ったんですよ。いつも言ってる通り、あなたの周りで起きることは全部あなたが巻き起こしてるって言ってるじゃないですかね。だからその熱帯魚ショップも爬虫類ショップも行くと必ず気分が悪くなるのは、俺が巻き起こしてるのかなと思い始めたんですよ。あなたの周りで起きることは全てあなたが巻き起こしている。運が悪いとか、たまたま巡り合わせとかはない。全てあなたが巻き起こしている。
と考えを立ち戻った時に、俺が爬虫類ショップの店員さんとかを機嫌悪くさせる何かを発してるんじゃねえかなっていうふうに思い始めたんですよ。で、思い当たったのが、やっぱり軽く考えてるんですよ。トカゲでしょみたいな。トカゲ飼えばいいんでしょみたいな。わかんないけどさ、うちの子供がトカゲ飼いたいとか言ってるからさ、ちょっと舐めていってるんだよね。トカゲを飼うとかさ、その熱帯魚を飼うみたいなことに関して。それを、プロの彼女からするとカチンとこさしているのかなと思ったんだよ。俺に原因があるのかなと思ったんだよ。爬虫類の深い知識もねえのに、まあでも一応ちょっと店に行って聞いてみようと思ってさ、店に行ってさ、餌は何にするんですかとかさ、どのくらいのケージがいるんですかとかさ、紫外線ライトが必要なんですかみたいなさ、もう超初歩的な質問するわけですよ、客。まあでも客だから許してほしいんだけど、でもそれを、なんかこうショップの方は舐めてんじゃねえよお前、もうちゃんと勉強したから来いよみたいな気にさせて機嫌を悪くさせてるのかなっていうのは思い当たったんですね。あとでもやっぱり俺の中に根底であるのが、なんかこうなんつったらいいのかな、こういう言い方もあれですけど、こうとりあえず頑張って飼ってみよう、もし死んじゃったらごめんねみたいな、なんかさ、まあ飼っても死んじゃうことあるんだろうなっていう、死んじゃうかもしれない前提みたいなものが多分にじみ出ていて、それをその爬虫類ラブの人たちは、てめえ何としてもうちから買ってったトカゲ死なせねえぞみたいな、お前ちゃんと死なせなくて面倒見るとかいう覚悟はあんのかみたいなのがあったんですかね。いや、もちろん飼ったら大事に育てますよ、最善を尽くして。でもほら、知識がなかったりとかさ、経験がない分さ、なんかこうね、あるじゃないですか、トカゲを弱らしちゃったりしちゃうことも。いや、そんなのがあってね、やっぱ俺が巻き起こしたかなと思って、ちょっと反省、最初はムカついたんですけど、ちょっと反省した次第ですね。どうでしょうね、いかが思われますか。ね、まあまあまあ、だから結局学びとしてあったのは、ムカつくことをイラッとすることが起きるのは自分が起こしてるかもしれないっていうふうに考えてみましょうよ。あなたいいですか、大丈夫ですか。ムカつくこと、イラッとすること、うまくいかないこと、ついついこうイラッとすることが先に立って、当たり散らす周りに、俺は悪くねえ、おめえらが悪いんだ、おめえが悪いんだ、おめえが悪いんだみたいなふうに思いがちですけど、よくよく落ち着いて考えたら原因は自分の中にあると思ってますね。そんな感じでいきますか。はい、今日ちょっとふとそんなこと思ったもので喋ってみました。頑張っていきましょう。私でした。